間から12週間といった中でデボン・ワシントンと契約をしました仙台。昨日はホーム初出場、初得点、3得点を挙げているというワシントンです。その長崎のスターティングファイブです。1番ファーストブレイクから違い見せる松本健二リオン、パスを選択、パーキンズが3を狙ってくる。いや、パーキンズ今日ここは中を締めている仙台の守備、入ってくる、キックアウト、アラヤが狙ってきた。ボンズ入ってます。アラヤから中に繋いできた。おお、まだいない。アレが持って外を選択、松本のスリーが来た。目まぐるしくスリー、長いパス、渡辺翔太ピック使って中に入ってきた、自分でテレイアップ。このドライブが魅力です。そのままスリーに行きました。ブラントリーが決めてきた。セカンドチャンスしっかり生かしました。今度は松本のスリー、ゴール下の攻防を決めていきました。バズパス、阿部振り切る、中入ってきた。すごいポストムブース、バズパス、ジャンジミン、おっと振り切っていった、ワンノーワン決まりました。ジェミン14秒から再開ということになります。馬場中へという動きも見せながら、アレがオープンだ、アラがいった、うわーリープ、まあ、そうですね、またアベリオン、ボールセーブ、アベ、ババ選手か、ババが動きしました。うわー、そしてバース豪快なプレーかけてる時でしたけども、このね、まずブロックからので残して、このフォアスタンドダンクですね、大きく下回っている今、そうですね、ディフェンスの変化です。おお、阿部亮決まった。阿部渡辺翔太のアシストです。で切っていった、ねじ込んできた、ただパスを、阿部が行く、阿部が行く、おブロック、こぼれて最後はブースが決めました。さあ残り1秒、ここで試合が決しました。81対86、仙台が追いつこうという構えは見せたんですが。